もしもし。リキアです。ひどいじゃないですか、兄貴。リキア、すまないことしたな。どうした？沖縄で何かあったのか？いや、そうじゃないんですか。ん？じゃあどうしたんだ？今俺、カムロ町にいるんですよ。何？どういうことだ？兄貴は俺を沖縄に残したかったんでしょうけど、俺、やっぱり自分の手で親父を弾いたやつを探したいんです。リキア。朝顔のことはミキオに頼んできました。心配しないでください。すみません、兄貴の心遣いを無視しまって。いや、いいんだ。勝手に置いていった俺が悪かった。兄貴。それよりお前、今どこにいるんだ？え？いや、それがよくわからないもんで。ん？どこの道にいるかくらいわかるだろう。いや、それが右も左もわかんねえ、そういう感じで。お前、ろくに調べもしないでカムロ町に来たのか？すみません。まあいい。今からお前を迎えに行く。とりあえず目印になりそうな場所を見つけたら、そこで待っていてくれ。でかいビルとか看板のある店とか、そういうのでいいですか？ああ、そこに着いたらまた連絡してくれ。わかりました。それじゃあまた後で。もしもし。
いえ。ありがとうございました。その女こっち渡せ。こっちは急いでんだよ。あ、なんだお前。兄貴、目立つぜ。こんな場所ででけえ声出してるとな。それがどうした。お前に関係ねえだろうが。その女、こいつらに襲われてたのか。はい、こいつら無理やり拉致ろうとしたんだと言っているが。だからそれが何だってんだ。文句でもあんのか。おら、何やってんだ。この胸のダイモン見てみろっつってんだ。あ、
行くぞ。スイッチ、置いてかないで。待ってくださいよ。
兄貴。ちょっとお客さん。ん？うちはビジネスホテルじゃないんだよ。カップル以外はお断り。え？どういうことだ。あんたたちどうせろくな商売してない人たちでしょう。うちの部屋使って犯罪まがいのことされても困んのよ。要は目的がはっきりしてないとダメみたいですね。ねえおばちゃん。はい。カップルじゃなきゃダメなんですよね。そうですよ。じゃあ私と兄貴はラブラブなカップルだから問題ないでしょ。おい普段はカッコつけてるけどたまにはイチャイチャしたいのよ。あんたたちそうだったの。はいはい、それならいいわよ。今この401しか空いてないから安い分狭いけど我慢してね。どうもす。エレベーター奥にあるからごゆっくり。神田も確か4階でしたよね。ああ、でかい組織の親分なのに金ないんすかね。さあな、自分で金出すのが嫌いなだけなんじゃないのか。タグ、いつまでやってんだお前。おい、つい、すいません。すいません。ここですね。ああ。遅いやないか、姉ちゃん。何やお前ら。まだことも始まってないようだし、少し時間をもらえるか。誰やお前。東城会四代目桐生一馬だ。何やと。これはこれは四代目、なんでこのようなとこまでわざわざ。あんたに聞きたいことが。敵が来たぜ。上と下はどっちに行ったんだ。兄貴、俺はこいつら倒した後下に行ってみます。兄貴は上に行ってください。わかった。せー、痛いのにして落ち着いたら。今学級スッオラスッこの畜生がオラスッ畜生がなんだ。うわ、なんだよ。どこ行きやがった。なんだ。
悪い。なんだ、くそ、しつこいやっちゃ。なんだ、うわ、なんだよ、どこ行きやがった。なんだ、うわ、くそ、違った。なんだ、くそ、しつこいやっちゃ。
なんだ。くそ。4代目がここに来たんじゃ。いきなり何しやがる。それはこっちのセルフじゃ。こんなとこまで勝ち込みかけやがって。こんだけ。お前とはゆっくり話すわけにはいかないようだな。ああ、仕方ねえ。力ずくで話聞かせてもらうぜ。消灯じゃ。俺と差しの勝負したこと後悔させたら。行くで四代目。
どら！お前の知っていることを話してもらおうか。俺は何も知らん。この後に及んで何も知らないとは言わせねえ。柏木さんを弾いたのはお前の組だろ。じゃあ頭弾いて何のメリットがあるんじゃ。お前は登場会の跡目を狙っていた。だから柏木さんを。お前に知らんのじゃ。多分この絵階段は浜崎や。浜崎だと。せえ、あいつは密かにカブロチを狙っとったんじゃ。柏木を弾く動機もある。なんだと。やつは横浜で力を溜め込んで攻める機会狙っとったんや。ほんまや。前にうちの社まで暴れた中国人問い詰めた時そんな話しとったわ。兄貴、そっちは大丈夫だったか。なんとか。下にも結構数がいて手こずりましたが。このボケが！こいつが神田ですか。ああ。こいつもっと問い詰めなくていいんすか。今回の一件、こんな単純な奴が書けるようなもんじゃない。多分こいつはどうして大吾が撃たれたのかすら分かってねえよ。東京って怖い街なんすね。力也、中原の一件、俺が絶対に何とかする。だから悪いことは言わない。今のうちに沖縄に。嫌です。力也、自分は絶対に中原の親父を撃った男をこの手で仇を取りたいんです。お願いします。兄貴、自分を東京にいさせてください。お願いします。分かった。だが一つだけ条件がある。もしお前があの絵の男を見つけ出したとしても、絶対に一人では動かないでくれ。約束できるか。はい。よし、それじゃあ今日は一杯飲もう。お前にこの町を案内してやる。怖いことばかりの町じゃねえことを教えてやるよ。そうっすね。